シャイニングスター童話劇第8話太陽と風。太陽と風と雪はいつも仲が良くなかったんです。ある日、3人の前を通りかかった旅人を発見しました。3人は誰があの旅人と友達になるのか賭けを始めました。まずサンシャインが暖かい日差しを差し込みました。でも暑すぎて旅人は嫌いでした。サンシャインがミスした隙を狙ったウィンドが冷やすために動きました。でも日差しのせいで風も熱くなって旅人はもっと怒りました。最後にスノーが雪を降らせたが、日差しに溶けた雪は旅人をびっしょり濡らしただけでした。怒られた旅人は嵐を作ってみんなを吹っ飛ばしてしまいました。旅人はストームでしたか。今後ストームまで合わせて4人が一緒になったが、実はこいつら仲いいんじゃないですか。まあまあ、とにかくおしまい。